ベズビアナ工作船は、かつて、イタリアカンパニア州に存在した、ケーブルカー。19世紀末の時点では、活火山で営業していた、世界唯一のケーブルカーであった。1870年、投資家のエルネスト・エマヌエーレ・オブリエットにより、ベズビオ山へのケーブルカー施設が計画され、1878年に、建設用地と30年間の助成金が取得された。 オリビエイリー技師により策定された計画によれば、45馬力の蒸気機関を用いて、重量 5000kg の客車をワイヤーロープで引き上げる方式の構造物を2つ並行して設置するものであった。1880年春工、総工費43万5000リラ。5月25日、開通式に先駆けて試験委員会がナポリにて招集され、 6月6日5時をもって、ベズビアナ工作船は開通となった。祝賀会には、経営会社の社長やレジーナ及び、ナポリの市長を務めていた、上院議員のピエリモンテも参加していた。6月10日、エンリコ・トライベルによって、一般供用を開始、通常営業が始められた。ベズビオ山に見られる、ケーブルカーの路線1886年、オブリエットは、 経営難を理由にケーブル化をフランスの有限会社ベジュブ工作鉄道に譲渡したが2年後にはトーマス・クック &3 社に再譲渡された新会社への移行に伴い車両更新が進められたもののナポリからの交通の便は悪くその上地元の山岳ガイドらによって駅の放火やケーブル切断車両の警告への突き落としなどの抗議運動が行われるなど 経営はかんばしくなかった。そこで1892年に父、トーマスの後を継いで社長になったジョン・メイソン・クックはガイドとの間で補填合意を締結することとなった。1903年にはプレアノから 3B と火山観測所を経てベスビオに至る軽便鉄道が一部にラック式鉄道を併用する方式で開通。起点のプレアノがチルクムベスビアーナ鉄道。 ポッジョマリーの線と近接していたこともあり、ベスビオ山河口へ向かう観光客数は倍増した。これは、運営会社は、ベズビアナ工作線の設備刷新を促させ、駆動装置を旧式で、維持費用のかさむ、蒸気機関から電気モーターに換装、軌道も従来の複線構想式のモノレールタイプから、単線構想式のものへと変更された。これに伴い、 車両もより大型のものが導入された。改良工事を行った路線は1904年9月に供用を開始した。しかし、1906年4月7日から翌8日に、かけての大噴火により、ベズビアな工作船は山麓、山頂の領域とも破壊され、路線設備や電動機、車両なども20から30メートルの火山灰の下に埋没してしまった。 1909年にエンリコ・トライベルにより路線の復旧は完了した。1911年5月12日には山頂駅付近で発生した地滑りにより路線休止。1912年2月3日には駅の位置を80メートル交代させて営業を再開した。1927年、クック社は営業免許を子会社のフェロビアへ、フニコラーレ・ールベ・ズビア・ナに譲渡。 施設は1944年のベスビオ山噴火まで営業が続けられた。1943年に連合国の管理下に置かれていたケーブルカーはこの噴火で再起不能な損害を受け、以来復旧は行われなかった。第二次世界大戦終結後、トーマス・クックグループは残った施設をセコンダーリエメリディオナーリ鉄道に売却し、1947年にこれを復旧させた。 SFSM は、この施設を元にして、フェッビーアイフニコラーレ・ベズビアーナ社を設立。1953年、ケーブルカーはリフトに置き換えられた。1947年から1961年まで、この施設は1日あたり1000人の客を、ベズビオ山山町へと運んでいた。1961年3月31日、フェッビーアイフニコラーレ・ベズビアーナ社は、 チルクムベスビアーナ社の下、名称をセッチョビアエドアウトリーネーデルベズビオ社に変更した時代が下るにつれ風による運休が発生したり以前増加傾向にあった団体客の輸送に不向きなリフトでは観光客輸送に適応しきれなくなり1955年に開通した標高1000メートルの位置に開設した駐車場に至る道路を経営した方が容易なほどと なっていた。1984年、これらの理由によりリフトは廃止された。1953年から1984年までの間、施設は年間10万人の利用客を輸送し続けたことになる。ベズビアな工作船は、数人の芸術家に発想を与え、世界的に有名となったカンツオーネ、フニクリフニクラを核に至らせた。 ロンドンの王立音楽アカデミー教官であったルイージ・デンツァは1880年夏にカステラン・マーレ・ディスタービアで休暇を過ごしていた宿泊先のホテルで彼は療養に来ていたナポリのジャーナリストペッピーノ・トゥルコトであった同年にリコルギ社から発行された作品は大成功を収めリヒャルト・シュトラウスに公共的幻想曲イタリアから の戦律の中にこの曲を取り入れさせるほどであった。1989年、カンパニア州はワールドカップ開催に伴う放出資金を受け、ニコラ・パリアーラにケーブルカー再建を委託した。計画が進行し、許可を取得した際には新たに車両を導入することになっていた。しかし、環境保護団体によって、計画中止を求める訴訟が持ち上がった。 訴訟開始から年数が経過しているものの、未だに合意には至っていない。計画賛成派は、ケーブルカー再建によって、観光客に対する多大な恩恵や、乗用車による排気ガスの削減につながるとしている。AB、ダチ、レラティバヤラリーネリカストルータ、ネル,ル、1九0 9 AB、ルソアールエヌベイリア、エイル・ベズビオ、ローマ、ニュートンドコンプトン、p 十三 ISBN 8881834014ありありこうなろオーパス CITP88 ありありこうなろオーパス CIT ピアニッシモ88から89ありありこうなろオーパス CITP91 ありありこうなろオーパス c i t p 9 7トありありこうなろオーパス c i t p 1 0 アリアリ、コーナロ、オーパス、CIT、P106、レギオ・デグレト N937 デル12マジョ線9 2 7プブラケイトスラガゼッタ・ヒチャーレイデル・レグの D、イタリア N143 デル22ギグナンバーワン927現在、ベスビオ屋前は、自動車によるアクセスが可能となっている。加工に至る最も人気のあるルートは、 アウトストラーダ A さんのエルコラーの出口からのものである。ありがとうございます。